再調査結果から引用します。蒸気を除き、ガソリン代296,140円、交通費685,669円、駐車場代83,800円、レンタカー代27,840円の、合計193,449円が支出されていることを確認した。ひまそらあかね様がご指摘の通り、遠隔地でレンタカーを借りるのはおかしいだろと、地方の若年被害女性に会いに行くとき、一般的には公共交通機関を使いますよね。レンタカーを借りるという可能性もゼロではないものの、あくまで一般論としては、レンタカーを借りるのは旅行する時のムーブというか、いやーいいっすねー。私も公金でレンタカー乗り回していなー。私もコラボに入れてくれませんかね。宿泊支援費はホテルなどの宿泊代などが計上されている。支出の確認にあたっては、管理台帳に記載されている内容と領収書、銀行の振込履歴を突合した。その結果、以下のような支出があった。丸領収書があるものの、支援内容の説明が不十分なものが2件、191,653円あった。丸受領者に関する一部の情報の提示を団体側が拒否し、領収書の内容すべてを確認できなかったため、商標書類としては認められないものが12件、67,500円あった。蒸気を除き、278,940円について支出されていることを確認した。なお、そのうち宮古外遠隔地での宿泊は10件あった。詳細は以下の通り。まあまあ良いホテル泊まってんねー。しかもそこそこの人数で宿泊してますし、15人で2泊って、それただの旅行やないか。まあ一応合宿という名目なのでしょうか。私がビジネスホテルを利用するときは、だいたい2000から4000円くらいのところに、宿泊することが多いです。もろちん場所や時期によって値段は変わりますが。1泊1万円以上のホテルに泊まっているとか、腹立たしくて仕方がありません。こんな使い方しといて、よくもまあやましいことは一切してません。みたいな被害者面ムーブをよくできましたね。公金で良いホテルに泊まるのは快適だったか。夢の、教えてくれ。人を確認したところ、生活習慣立て直しのための、合同宿泊訓練を目的としたものや、地元で同様の支援を受けることが難しい支援対象者との、定期的な面談であった。はぁー、それかため息。いや、生活習慣の立て直しのための合宿を、なんでわざわざ宮古外遠隔地でやる必要があるんですか。東京都でやれやそんなもん。そもそも、生活習慣の立て直しのための合同宿泊訓練。で一体何なんですか。そんなもん公金でやるのがおかしいでしょ。なら都民全員に旅行支援のお金配るべきでしょ。なんでコラボに来る人間だけ優遇してるんですか。生活習慣の立て直しが目的なら、シェルターで合同宿泊訓練をやってください。何のためにシェルター持ってるんですか。わざわざ旅行に行く必要はないです。お金の無駄です。あと地方の支援対象者にわざわざ会いに行く意味も、全くわからないです。相談に乗るならリモートで対応しましょう。そうすれば経費がかかりませんよ。わざわざ都外遠隔地に行って宿泊して、それを必要経費として計上してるわけでしょ。それで女性のプライバシーがどうのこうの言って、領収書の一部の情報の提示を拒否してるんでしょ。これが認められるなら、公金で旅行し放題です。支援対象者の自立を図るための宿泊は、事業実施上必要性が認められることから、本事業の対象経費とする。都庁はこういう認識なんですよ。おかしいです。東京都が堂々と、公金中中トレインを認めてるようなものですから。というわけで皆様も女性支援団体を作って、旅行しまくりましょうねー。最後までご視聴ありがとうございました。